どうもおはようございます。速稼塾の久保です。今日の FX の解説はですね、 FX オリガルヒとそれから速稼塾の限定動画の共通でお送りします。日付は5月21日日曜日です。まあですので相場は動いてないんですけども、明日に備えてね、日曜日はどんなことをやってるかってことの一部をお届けしたいと思います。そして FX で力をつけようと思うと、まあ積み重ねが大事ということはね、よく聞かれることだと思いますけども、じゃあ一体何の積み重ねなんですかってことなんですよ。これは今日ね、一つお伝えしましょう。それはですね、自分の力と自分以上の力を持っている人とのこの差を埋めるために、自分の考えと力のある人の考えの違いを積み重ねていくってことなんですよ。どこが違うのかなってことを日々積み重ねていくってことなんですよね。で、おそらく私の速稼塾の限定動画をご覧になっている方っていうのは、今は1日に1個しか私の動画を見ることができないと思うんで、積み重ねができても1日1個なんですよね。で、その他、まあ無料で出されているような、いろんな YouTuber の動画があると思いますんで、そういうのを自分で探して、まあこれが一番いいのかなっていうのをね、選択して積み重ねていってるとは思いますが、でもやっぱり大事なのはね、同じ人の積み重ねがいいんじゃないかなと思いますよね。で、いろんな人の動画っていうのは確かに参考になるんですけども、それぞれ細かいところで判断が違うんですよね。私も当然そうです。テクニカルに忠実にはなってるんですけども、じゃあテクニカルでね、ここはちゃんと説明してますかっていうことに、細かいことになると必ずしもそうはいないんじゃないかなと思います。もちろん、オリジナル手法は私は入れてませんけども、独特な視点とか見方の順番っていうのはあるわけですよ。まあ例えば、週足を見て、15分を見て、1時間を見てっていうふうなね、ポンポンポンと飛ぶ人もいればね、移動平均線を軸に使っていく人もいる。私の場合は移動平均線使ってませんのでね、ほとんど使いませんね。ですので、移動平均線の日数も短期で5日、中期で8日、長期で13日というね、これはデイトレードに特化した移動平均線の形になっていますが、でもこれを使っちゃうとテクニカルからかなり離れるんですよ。というのが、移動平均線こんなね、3本で使ってる方いませんからね。ですので私は移動平均線の話はしません。単なる背景、目安として捉えている程度でございます。さあ、前置きは長くなりましたけども、積み重ねということをね、もう一回ここで整理したいと思います。自分の判断と自分以上の人の判断がどこが違うのかってことを、1日に3回、5回、10回と積み重ねれば積み重ねるほど自分の力は上がっていきます。何が違って結果の違いに結びついているかが分かってくるからなんですよ。で、こういうトレードを数百回、数千回と繰り返していくうちに、自分の力が力のある人の力に近づいていくっていうのが、まあ FX オリガルヒの特徴なのかなと思います。まあもちろん FX オリガルヒではね、何がしかのノルマを課しているわけではありませんから、自分の生活のペースや目標とする FX の稼ぎ、それに目指してね、回数を積み重ねる方と自分のペースでされる方と、たまに暇な時しか見ない方とってね、実力のバランスがばらつきが出ますね。やっぱりね、日々私に、まあ、LINE ですとかメールで連絡下さってる方は成績が出やすいってところがあります。まあそれはもう仕方がないですね。私がすごいでしょうっていうよりもテクニカルがすごいんですよ。私もテクニカルを細かく積み重ねてきましたけども、同じようにテクニカルを私を通じてになりますけどもね、積み重ねてきた方ってのはやっぱり強いのかなというふうに思います。積み重ねてない方が積み重ねてる人を追い抜くことは、まあよほどの天才でない限りね、ありえないんじゃないかなと思いますけどね。はい、じゃあこの辺からですね、相場解説の方に入っていきますので、そうですね、まずは週足の方からご覧いただきます。こちらです。はい、週足のテクニカルの見方なんですけども、テクニカルの基本的なところは、右肩上がりがかなりの角度で上の方に上がってきたねってところですよね。そしてテクニカルでよく言うのがこれです。まあサンバガラスですよね。サンバガラスが出た後ってのは、その後ズーンと下に落ちるはずなんですけども、テクニカルの理論であまり説明されてない。下髭ですよね。この下髭が3発、このサンバガラスの下についてるってことは、下の勢いがなくなってきてますよっていうサインでもあるんで、私の方は N 字を書いて、ブレイクして上昇という風な形でね、判断しましたら、まさにその通りになったので、大きな利益が取れることになりました。と同時に、行動の限界点が一旦あります。ここです。140円になる直前に、ここで急落していったわけですよね。で、私は140円突破しようと、した時に決済しようと思ってたんで、決済し損ねたんですけども、やっぱりね、半歩前で決済する、私よりも上級者の方がね、一気にかっさらっていたのかなと思います。きっとですね、この上昇を見て、初心者の方でね、かなりの方が、この上級者の方の利確に巻き込まれて、
随分と損失を出して、そして損切りをしたりとか追証したりとか、それから難品をしたりとかして、死死累々がこの青い線2本に私には見えますね。でその後なんですけども、緩やかに上昇するというふうに私は解説していきました。緩やかに上昇していく中で、下髭が大きく出てるのが3本続きましたね。まあ3本目は刺して大きくないんですけども、まあ3本目はね、下髭どころかもう陽線がでかいですから、ですんでここからははっきりとした上昇トレンドが起きるんではないかなというふうに思っています。これが前提です。盛りだくさんでしょはい、じゃあ次の時間軸、日足です。日足を見ますと、もうカンガルーの話はしませんよ。こちらの方にね、赤いのが4本出てますよね。まあ赤三平以上の力を持って、まさにここは大きく上に伸びていくことを示唆していると思います。私の設定した3本のプライス、これとこれとこれ、これもね、簡単に抜けていってしまいましたんでね、今後はこの辺りで展開していく、つまりはもう一回140円狙えるような、まあそんなね、風向きには乗ったんではないかなと思います。ただね、ここからね、急落していったものに関しまして、どこで回復を見越していくかなってことですけども、やっぱすぐには分からないわけですよ。特に大きく下に下げた後のどっから転換して上に行くのかってことは、様々な予兆が出てますし、その予兆も完全ではないです。もちろんテクニカルってのはその蓋然性が強いっていうだけなんで、 100% こうなりますよという約束ではないですからね。相場には何が起こるか分かりませんから。ですんで、上昇するかなってことを何回か試しながら、ロスカットを食らいながら今ここにたどり着いたんですけども、どういうふうなたどり着き方をしたかというと、そう、何回も言ってますけども、レンジがトレンドのように積み重なっていくことによって、だんだんとトレンドに抜けていったってことなんですよね。この辺は過去のこの2週間の動画を見ていただければと思います。かなりの動画本数になりました。ですんで、私の更新した動画をしっかりとついてきてくださった方っていうのは、安心してエントリーができて、やっぱり数十万という利益をね、8月の上旬で出してると思いますよ。上旬から中旬にかけて、今だから21日ですから、ここまででだいぶ出してると思います。レポートで多いのは100万近くっていう方もいらっしゃいましたし、40万50万っていう方もね、いらっしゃいましてね、もちろんロットの関係でね、ピップスは取れたんだけども、でも金額的には大したことないですっていう方もいらっしゃいますけども、やっぱり見てくださった方っていうのは、それからね、ずっとねやってくださった方っていうのは、まあそれなりに実力がついてるのかなと思います。もちろん金額に反映されてない部分でも実力っていうのはついてると思いますんで、やっぱり積み重ねが大事と。積み重ねがいつブレイクするかっていうのは、オリガルヒが始まって3ヶ月目にブレイクする方もいれば、あと3ヶ月かかる方もいれば、あと1年かかる方もいます。というのが、積み重ねのペースはみんなバラバラだからですよ毎日数時間べったり貼り付ける方もいれば、まあ1日に1回2回っていう方もいらっしゃいますし、週に2、3回って方もいらっしゃいますんでね。そうすると積み重ねの密度っていうのはばらつきが出ることになると思います。次の時間軸いってみましょうか。はい、これが4時間ですね。4時間はどういうふうに取られるかと言いますと、この上昇トレンドがね、レンジを繰り返しながら上昇トレンドを結局書いてきて、まあここではまたね、長いレンジに入りそうだったんだけども、長くならずに突き抜けたということで、今ここを向かってるところですね。まあですんで、この包み足から一気に下落がドーンと始まりましたけども、長い時間をかけて取り戻してきたってことになりますよね。綺麗なね、こういうふうな逆三角形とかにはならなかったんですけども、まあ緩やかに上昇ってことの意味がわかるでしょ、これで。緩やかに回復してきたわけですよ。全部これテクニカルで説明してますからね。はい、移動平均線も使ってないでしょ。じゃあ次、1時間です。1時間で気になるところはここなんですよ。一旦上昇トレンドが落ち着いてるように見ます。落ち着いてるようにね。ここでは N を書いて上昇。ここでは2回天井を叩いて3回目で大きく抜けたっていうところがあります。そっから順調に進んできたわけなんですけども、ここに来て横ばいに見える形になってきました。この横ばいはちょっと長くなりそうだなと感じています。まあもちろんね、137円に達した段階で利確してる人が結構いると思うんですよ。ここでね。うん、まあちょっとチャートにやられてないんで、そんなにたくさんいないかもしれないですけどね。ただ心理的には137円で一旦、半値利確とかする方もいるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ次、
もうちょっと短い時間軸見てみましょうか。これ5分足です。5分足で特徴的なところは、まずここでね、天井を作りました。で、ぐにゃぐにゃと横ばいをしながら、もう一回強い勢いで天井を作りました。で、ここがマックスの天井になりましたけども、そっから、どういう風に進むのかなと思っていたら、それを抜けるでもなく、ちょっとね、だいぶ下の方に下がっていきましたよね。で、下がった挙句、ここも越えなくなっちゃったんですよね。もうここも越えてないですよね。大きな力点を越えずに、下の方でちょっとね、横ばい傾向にあるわけですよ。で、ヒゲを出してるところもあって、まあ今のところゾーンじゃない、レンジがこのぐらいにまとまってきてるのかなと思いますよね。もちろんこれ5分のレンジなんで、こういうのを当てにしてトレードすることはないですよ。で、しかもそのレンジの幅ってのが136の765から136の894と、まあ十数ピップしかないわけですから、レンジオプションを取るわけでも、ブレイクを取るわけでもありません。ただちょっと、値動きが上下、ボラティリティが5分足でもちっちゃくなってきたかなってことを考えると、月曜日はですね、しばらく横ばいに入ることを覚悟しながら見ていかなくてはならないのかなというふうに思っております。いかがだったでしょうか。まあなんかね、前置きからここまで 7,8 分の動画になったと思いますけども、このぐらいのことを考えながら数々の判断をしてるわけですよね。で、大きな時間軸から順番に、それぞれの時間軸での判断があります。その判断が上昇に重なっていけばいくほど、これはバイでエントリーする価値があるわけですけども、今お話したように、大きな時間軸では上昇トレンドってことがはっきり分かってますが、小さくなればなるほど、横ばいに近くなってくるという私は判断をしてますので、月曜日にすぐにエントリーってことはありませんし、当然窓もできないと思います。で、月曜日はどのようにこの市場に向けて、多くの投資家さんが判断するのか、またですね、多くの投資家さんでなくて少ない投資家さんのうちに、その資金をたくさん持ってる方とかね、上級者の方、資金をたくさん持ってる方と上級者の方っていうのは少ないです、相場の中で。その人が9割以上の価値をかっさらっていってるわけですよ。だから投資家のほとんどの方はみんな損失を出している、勉強中で資金もない方なんですよ。だからそういった方の流れについていくんではなくてね、チャートを見ながら上級者で一部の方、資金のある方の動きについていくっていうのがテクニカルですからね。これからもテクニカルを身につけながら、学びながら、積み重ねながら、勝利の道を進んでいきましょう。すでにオリガルヒではね、ちょっと明るい未来が見えてきたっていう方が結構ね、出てきたかなと。まあ、オリガルヒ18名なんで、その中でね、3人もう稼げてます。安心ですって方が出たとしても、まあ、なかなかの割合でうまくいってるんじゃないかなと思いますよね。もちろんまだ足踏み状態の方がいますけども、そういう方も実力が下がってはいませんから、確実に上がってはいますけどもね。ここが肝心なところです。 FX オリガルヒに参加したら力が落ちることはないです。落ち力はついていきますから、でしょ。やっぱりだから、あとは私はこのペースで相場解説を年という単位でやっていきますんでね。だからそこに年という単位でついてこれるかですよ。で、1日も早く稼ぎたいなら、学習密度、積み重ねる密度をギュッと短縮するしかないですよね。それこそ、1日に1回見るかどうかっていう密度では、なかなか時間かかるんじゃないですか。はい。ということでね、どのぐらいの密度でどのぐらい期間やるか、この質と量、密度と期間の掛け算で、結果が早くなるか遅くなるかになってくると思います。やってること自体は間違いがありませんので、このテクニカルについてきていただければと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。また明日。